にちは。こんにちは。今日はポンさんが岡崎に行ってていないデーでございます。今ゆったりしているところなんですけれども、うんね、ゆったりしてるんだよね。あ、オーサーブチャンネルチュンチュルチュンチュル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 。今日はね、出産後、1ヶ月、もうちょっと2ヶ月なんですけれど、出産後とか妊娠中とかね、もう大変大変お世話になったトイザラスで、何？トイザラスには世話にならんて？ダメだよ、君はトイザラスに世話にならないと生きていけないよ、今はね。あれ？つくまるとかポンスとかの日用品とか、そういう普段使ってるもの、推しグッズをトイザラスに買いに行こうというサブちゃんでございます。私ね、本当に買い物するとき気持ちいいぐらい、スココ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 コーンって買うのね。ということでね、もうこれから早速私はトイザラスに行って、ベビー用品、子供用品を爆買いしていきたいと思いますので、行くよみんな、 Here we go。 はい、というわけでですね、本日はトイザラス、ベビーザラスのお台場店にやってきました。私いつもここで、本当にいつもここに来てポンスとかプクマルのベビー用品、キッズ用品をね、山ほど買って、で車に乗せて帰るっていう感じでやってるんだけど、今日も、いつものように私が本当にいつもどんな感じで買い物してるかっていうのと、あとおすすめのものとか今まで使って良かったものとかがあると思うから、それを紹介しつつ、いっぱい買い物していきたいと思います。では行きましょう。あー、来た。ここ搾乳機、私がめっちゃ使ってる搾乳機、これがね、マジで良くて、この今のピジョンの搾乳機の手動のやつがあるのね。その手動のやつは私は結構自分でこう加減しながらできるからいいなって感じで、電動のも買ったんだけど、電動のより私は手動が好き。でも電動の方が圧倒的に効率よく取れるから、まあ効率の良さを求めるなら電動かなって感じかな。あ、これいいな。これミルトン的な、これチュチュっていうつけるだけの哺乳瓶とかを清潔に保つやつ。うちは今これ使ってるのでこれ買います。哺乳瓶のおすすめは、哺乳瓶のおすすめありました、ありました。これです、こちら。私はいつもこれを使っている。ポンスもこれ、ふくまるもこれです。この母乳で育てたいママのためにってやつなんだけど、うちほとんど母乳、ちょい足しでミルクなんだけど、母乳も搾乳したやつを哺乳瓶であげたり、でそのまんまあげたりとか、結構半々ぐらいだから、この母乳で育てるのにはこれがいいですよっておすすめされてるのがこれで、うちはこのピジョンの母乳実感ってやつを使ってます。まあ哺乳瓶はまだストックがあるから買わない。なんだろう、あと日用品、あ、眠りだ。これうちがこの間買ったやつ、これもここで買ったんだけど、結構高かったけどめっちゃ使ってます。結局ベビーベッド買わずに眠りだ1本と、あとはベッドにこういう空飯を隔てて、空飯で隔てて、くまるも一緒に寝てる。あ、これ欲しい。多分これからね、めちゃめちゃ使うものなんだけど、スタイですね。お食事の時に使うけど、もうポンスこれがないと、もううわ忘れた、スタイやばいってなるぐらいこれめっちゃ使ってた。でも正直これだとこうやってくるんってできないの、持ち運びするときに。だからこれはまあお家って感じなんだけど、これうち、これだと持ち運びの時にくるくるくるんってやってコンパクトに入れられるから、すごいいい感じ。え、これ1個買っとこうかな。同じの持ってたよね。同じの持ってた。え、ブクマルはちょっと黄色のイメージが私は強いから黄色にする。あ、これ欲しい、ベビーハンガー。ポンスの洋服かけるのに欲しいかも。買っとこう、白。あ、きたー、粉ミルク。これめっちゃ使ってる。これお出かけの時にやっぱりこういう、うちアイクレオなんだけど、こうやって小分けになってるやつは使いやすいですね。あと夜見るとき、どうしようかな、アイクレオ買っちゃおう。これいきます。飲む量増えたらこういうキューブ型にしたりしてたな。大好きなおもちゃに憧れて、これ前にトイザラスでね、撮影した時ね、フルで歌ってくださいっていう要望があってね、全部覚えてるの。あったー、おむつコーナー来ました。
おむつコーナーです。おむつとあとお尻拭き、おむつとお尻拭きはもう永遠に欲しいからもう買っとく。おむつモデルの赤ちゃんってマジで桁違いで可愛いんだよね。うちの子ちょっとそういう面で言ったら不向きかもしれない。うちはおむつ何使ってるかというとパンパス使ってる。あ、これこれこれ、もう福丸はね6キロぐらいになるのかな、結構大きいのよね。だから S サイズでいいかも。新生児サイズはもう使えないから。これね、これ1500円。あとはこの流れでお尻拭きもちょっと買いたいのでお尻拭きいきます。お尻拭きこちらです。箱買いしちゃおうかな。じゃあおむつ、お尻拭き、お尻拭きはねタイプ分かれるからね、好みが分かれると思う。なんか水分量がいっぱいあるものとか、あとすぐ切れるもの、切れがいいもの。私が好きなのがねこのね乳液馴染んで落とすってやつ、これがめっちゃ好きなの。ちょっと高いんだけど割高なんだよね多分。この乳液タイプのやつがすごいなんか汚れが取れやすくて私結構好きなんですよね。これはうんちがめっちゃ出ちゃった時に使う用と、あと普通に水のやつ。うん、私やっぱパンパスが好きかもな。パンパス好き、パンパスにします。さあさあ次行きましょう。じゃあはい来ました、今めっちゃ使ってる、私が使ってるもの、母乳パッド。母乳パッドはこれプレミアムケアです。私はこれを使っております。で、あと産後の骨盤矯正パンツみたいなやつを私今も履いてんだけど、こういうこれすごいいいの、マジ買ってよかったランキング上位。これかな、と洗い替えで欲しかったから2つ買います。今いくらぐらいになってるかな。ちょっと私が出産祝いでもらって嬉しいものとかそういうのをなんかよく聞かれるからちょっと紹介しようかなって思ってるんですけど、シンプルにやっぱ洋服は嬉しい。だから迷ったら服かなって感じで、季節にもよるけど冬だったらやっぱこういう帽子、こういうちっちゃい帽子とかおくるみとか上下セットみたいになってる新生児用のお洋服とか、あと新生児期ってすぐ終わっちゃうから、まあ、3、4ヶ月ぐらいに着れる、半年ぐらいに着れる洋服とかもらっても嬉しいかも。あとね靴下とか、靴下とかなんかなかなか結構、あとスタイは可愛いって感じのものをもらうと意外と助かる。すごい、ちょっとこれデザイン可愛いからこれ買おう。これも可愛い、これも可愛い。なにこれ、タオル生地めちゃくちゃ可愛いじゃん。でこれでなんか下ズボン履かせるみたいな感じね。私こういうの好きだわ、これ買おう。結構ね洋服はピンときたらすぐ買うね。もうちっちゃいって可愛い、こんくらいかな。マジでね洋服がねすぐに汚れて洗い替えが必要なので洋服はやっぱもらって嬉しい。逆に困るものとかってあるかな。使うかわからないものもらうとちょっと困るかもな。なんかマンボとかその子に合うかわからないみたいなものはちょっと危ないかもしれないから、身につける系は本当に安定、あとタオルとか絶対に使うなってものをあげれば間違いないと思います。もう今日はこれでいいかな。だいたい30分ぐらいでパーって見てババババババって買って終わり。これめっちゃ使ってるけど今家にいっぱいあるから大丈夫。これ超使える。あ、抱っこひも超おすすめしたいんだけど、あったこれだ、抱っこひものおすすめっていうか今の時期だけなのかな。でもこれなんだけど私が今使ってて、これが肩がすごい楽なの。でも多分新生児向きっていうかあんま体重が重いとビヨーンってこうここが伸びちゃうから、うん超いい、肩が凝らない。デザインも結構いい感じ、なんか洋服にこうスッと馴染むし、 3.2 キロから 11.3 キロまでだから、まあまあでもまだ使えるよね、まあ、これもおすすめだよっていうお話です。じゃあレジに行きましょう。いくらになったかな。さあそれでは会計していこう。じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、こちらはテープでも大丈夫ですか。あ、大丈夫です、テープで。ドキドキしない、こういう爆買いした日のレジの会計のこのいくらかなみたいな、ルルルルテンみたいな感じ。予想は、予想2万8000円くらい。ででん、すごくない？29,485円、めちゃくちゃニアピン、すごっ。で、今日のお会計なんですけれども、メルペイという
う支払い方法で払ってきます。メルペイっていうのはメルカリのスマホ決済サービスのことなんですけど、今メルペイで年末年始まるっと還元キャンペーンっていうのをやっているそうで、それがねめちゃめちゃお得なの。本当にちょっとやばいんだけど、12月の8日から1月の18日までの間にメルペイスマート払いの定額払いっていうのがあるんですけど、それでお支払いをすると必ずお会計の 50% で上限1万ポイントまでが還元されるっていうめっちゃお得なことになってます。だから例えばお会計が2万円だったとしたら、メルペイスマート払いで払うと2万円が半額返ってくる。だからめっちゃヤバくない？今日のお会計とかは多分めちゃめちゃ安くなると思うんで、ちょっと早速もう払っていきましょう。これでコード決済をします。私ほんと最近さ、そのポイントってもんが現金で活用できるっていうのを結構最近知って、もうめちゃめちゃポイントを活用するその技術をね身につけようと頑張ってんの。今日のお会計は 29,485円だったから、これが1万円引きで買えたってことになります。1万円がポイントとして返ってくるから、それが後日違うところのお買い物とかで使えるんですよ。ね、嬉しくない？安っ。メルペイって結構めちゃめちゃいろんなところで使えるんですよ今。もう主流になってるんで、こういう支払いの仕方が。だから今がチャンス。この年末にめっちゃ買った方がいいです。あと私はね、メルカリを普通に覚えたんですよ。そうすると売上金がアプリの中に入るんですよ。だからそれと合算させればもう今日の買い物とかもほぼタダぐらいな感じになれるから、すごくない？もう最近大丈夫って思うぐらいポイントがめっちゃ還元されたりとかするから。まあでも期間限定なんだけどね、これいつでもってわけではないと思うけど、今やればかなりめちゃめちゃ得でお買い物ができるから本当におすすめです。いやーめっちゃ買ったわ。ということで、普段のあやなんのこうベビー用品とかの買い物の様子を皆さんにお伝えいたしました。参考になったら嬉しいです。では帰ります。